ピオ、どうもひなピオと、はいどうもドリーです。というわけで続きやっていくか、やっていくか。前回あのパート1撮って、うん、ドリーちゃんの体力がそうもうねメンタル的にやられるよこれ怖い怖い怖い。なのであのまあ一回やめて次の日なんですけど続きやりましょう。はい、やっていきましょう。コンティニュー。前回ギロチンで死んだんだよな。そう続きからなんてなってんのかな。なってるなってる。でも結構前からなんじゃないこれ。もうここから。男は、ね、ちょっとギロちゃんとこまで飛ばすか。うん、よしカットカット。うん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 、166じゃんこれ多分。あれ どこからだろう。なんか4つあるから結構前じゃない。あーここ来るやつやね。はい。これまだだってさ人形落ちてきてないからさ。あのまずここ調べるとこからだ。ああ、おーい、はい、オッケーオッケー。18だね。で嘘つきたちの部屋もクリアしないと多分。どう一応のか。うん、はい。ああ、ここ怖いよな。うん、どうだったかな。こっちに1、2、4、2どうだったっけ。そこそこ、はい。4。おい、ここビビるわ。もう音音音で、うん、166だったっけ。うん、開いた。6、リンゴを手に入れて、あと何も、ね、関係なかったっけ、うん、であの唇に、そう唇の前にちゃんとセーブしてから行こう。そうだね。うわー忘れてた。もうセーブ大事だ。もう大事だわ。結構前だったからね、うん、あれとか言わなくて、うん、イエー波形が。でここやな。ここだ。ここで、ここで前回死んだんだよな。うん、どこどこえどこでどこで落ちてきたっけ。あのそう最後の階段のとこで落ちてくるから避ける。おー危ねえ危ねえ。前回どこよ。ここからの超危ない。なんだ右のやつ。いける？いけ、あいけないんだ。いけない。え音変わった。もう無理無理無理。こっから無理だよ。いぶき。パーッといくよ、パーッといくよ、パーッといくよ。あ、セーブセーブセーブ。あ、大事大事。絶対なんかあるじゃん。うわ、あ、閉まった。うん。うん、あ、いい、閉まってなかった。なんだこれ。模様。難しくて読めない字がある。うんうんうん。うん。あ、あ、あうんだ。あうん、うん、あうんのなんちゃらみたいな呼吸みたいなのあるやん、うんうん、心の 傷。赤い服の女。ああああああ赤いかかってる。え、どうしたらいいの。ええ、タバコ吸う。この絵覚えてねえ、怖い。ちょっと待って、待って。無理無理無理。セーブ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 しよう。ちょっと待って。どうすんの。え、嘘、痛いわ、近くに。いや、違う。めくる、ないなんもないけど叫んだ。どうすればいいの、これ、ほんと。変わって、そうそう。そう、ひなぴよにバトンタッチ。うん。怖い、怖い、怖い、怖い。心臓に悪い、これ。怖い、怖い、怖い。どこにいる？上？いる？上？うわー！あ、追われてるわ。あ、けやばい。なにこれ。うわー、これやばいって。さよなら。来たら。あ、なんかあるあるある。いやー、来る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 。やめてやめて。やばいやばいやばい。あ、あ、あ、鍵鍵鍵。やばいやばいやばい。やばい。ああ。ああ。心臓に悪いってこれ。ドリーちゃんに戻った。え、なになに、何の音？なに？なんせ、なのだったらどこまでも。ああ、読んでなかった。なんで読もう読もう。弱点があるとすれば彼女たちは自分で扉を開けることができないことだ。うん。うん、ちょっともう一回最初から読もう。キャンバスの中の女たち。ここの女性はすぐに人物も
すぐに人のものを欲しがる、目をつけられると大変ふんふんである、うん、面倒かな、うんうん、なんせ彼女たちは自分が満足するまでふんふんに追いかけてくるからである、うん、必要に追いかけてくる、うん、どこまでもどこまでもどこまでも、あーで扉を開けることができない、うん、じゃあここには来れないってこと、ね、そうだね、うん、別の場所に移動できれば、もう怖い怖いね怖い、あーびっくりした、え、なんでか全部調べる全部、うん、動く絵本、うっかりさんとガレット・デ・ロワ、クレヨンで描かれた絵本だ、もうなんかあるじゃんこれ絶対読んだら読む、あー本をめくった、うわーうわーもううわーもう嫌な予感しかしねえんだけど、うっかりさんとガレット・デ・ロワあー怖いなこれ、当たっちゃられた、あれだ今日あるたためにガッドデロワのツコ太郎、何それ食べたパイの中にコインが入っていて、食べたパイの中にコインがあったらその人は幸せになれるんだよ、面白そうでしょ、じゃあ切り分けるよ、さあ好きな連絡でいただきます、もぐもぐ、あどうしたの、何かかったの、何かかっちゃった、何だよそれ、ケント君どうしよう、こいつ小さいから大丈夫よ、じゃあ片付けてくるね、もうやだもうやだ、うん、ママどうしたの、書斎の鍵を知らない、書斎の鍵、それならいつもそこにあれ、コインだ、コインだ、え、このコイン確かコインの中に、じゃああいつが食べたのが鍵ってことか、鍵の飲んだ、切り裂くのかこいつが、どこ行ったのかしら、お父さんに怒られちゃうわ、うわどうしよう、おおおおおおおい、何すんだ貴様、何すんだ貴様、私言ってもうっかりしてたわ、何すんだ、おい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 、鍵見つけたよ、今ドア開けるね、うわー鳥肌やばいんだけど、もう心臓に悪いって、あセーブセーブセーブ、そうちょう超永遠の恵み、ハタボみたいな声だ、ちょうじゃじゃあ、まだ受ける、受けた方がいい、うん、お回復した、うん、一回向かせぶしとくか、オッケー、もう何回でもしよう、もう心臓に悪いって、どっち行けばいいの、あーなんかいるもん、もう右下にいるもん、もうキモいキモいキモい、早くしねえよ、うん、どっち行く、左右、左、一応左行っとくか、うん、クラピカリオ、うわぁ何もないわもう、あーなんか前もここで見た気がするわ、あイヤホンが抜けそうだ、水が入ってない、イヤホンが抜けそうだ、うわぁほらよしバラとあなたは、うん、難しい夢に感じがある、うん、あー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 ちょっと待って、うんうん、もう無理、なんだろう、もう無理、うん、なんかもう目つぶってプレイするわ、赤い服、あ、違う、青い服、青い服の女目つぶってプレイするわ、ダメだよ見えないわ、なんか落ちてない、何落ちてる、ち、あ、もうこういうのいらないから、青い花びらが落ちている、なんかいろいろ落ちてる、え、青い花びらが落ちているえ、じゃあいや、なんでだよ音、音、音、鍵かかってる音にびっくりしない、音、音、音、もうそういうのいらないからもう。左は、うん、オッケーオッケー。見返しちゃった。左ないから、うんうん、右行くか。もう、ああもう絶対来る。あ、ギャリー？いるねー。いやー来た。愛しのギャリーちゃん。うん、な絵柄、絵面、違う、うん、絵が、え絵画、絵画絵画。ギャリー。来たギャリー。男の人の手に鍵が握られている。取る。取ろう。オッケー。死んでる。え？うん。叩いてみよう。うん、いややめ。いやどうした？とても苦しそうにしてる。なんでこんなところで息絶えてんの？うん、声か。うん、どうしたの？いた。なんで痛いの？苦しそうにしてる。なんだよ。ギャリー。起きろギャリー。起きろギャリー。え？ギャリー？苦しそう、鍵もらったから、うん、これ絶対なんかしてくる、ベッ、あ、してこない、おー、うん、左、うわ、なんかいる、あ、もう絶対
回来る、うん、あれっていく一応いく一応見てみるか絶対来るじゃん、うん、えどうだろう絶対来るじゃんえこんにちはあれああ動かないじゃあやっぱ鍵使ってあそこのドア開けるしかないね、うんうん、あのなんか花びら花びら花びらちょっと待って、うんああもう心臓に悪いってなんで本当にもうドアを開ける音でビビらないでほしい小さな鍵を使ったうわえ花びらちぎってるもんえ布の下のなんとか読めない感じ読めない字何あれあの絵の女が、うん青い花をちぎってるわ。うん。うわあ！いやもうね。うわあ！逃げろー！無理。逃げろー！心臓に悪い。無理もうしばらくひなぴょんやって。あー怖い怖い怖い。もう無理。ちょっともうドリーちゃんもう無理。ああドリーちゃんもう無理これだよこれこれ無理無理無理花びらが少ないバラがある青いバラを手に入れたえ待ってあそこまた逃げなきゃいけないのかもう無理です怖いもう心臓に悪いああ結構早いしああもう行けとくかあれあ、違った。今エンターキーを押してるつもりが4押してる。青いバラいける。おお。うん。見えるけど。うん。あれ？ん？あ。ん？そういうことか。どういうことだ？永遠にこの鍵は使える。スーパー回復タイム。だが5しか増えない。うん、私なんかセーブ分けるタイプの人間だからちょっと分けるタイプ。オッケーオッケー。心臓に悪いさあキャリーいいよあともういいってもううんあれあれあキャリーああかっこいいですねもうあら苦しくなくなったんうんうわっな今度は何よもう何も持ってないわようめえセリフがうめえあれあんたもしかして美術館にいた人そうでしょああよかった私の他にも人がいたうめえうまい皆さん聞いてくださいひなぴよのおねえ演技をおねえおねえだおねえ好きなんだよなあびっくりした一緒に行動するのねそっかじゃああんたもなんでこんなところにえそっか。じゃああんたもなんでこんなことになってるのかわからないわけね。私の方も大体同じ感じよ。おまけにこのバラ、花びらちぎられると自分の体に痛みが出てきてさ。さっきは死ぬかと思ったわ。取り返してくれてありがとうね。ねえ、とりあえずさ、ここから出る方法を探さない？こんな気味の悪い場所ずっといたらおかしくなっちゃうわそういえばまだ名前聞いてなかったわね名前な私はギャリーっていうのうわギャリーあんたはギャリーかっこいいギャリーイブイブイブっていうのね子供一人じゃ危ないからね私も一緒について行ってあげるわうわ頼もしいもうイケメン行くわよイブうわイケメンだうおギャーお前弱いなまさかの貴様弱いな今のはちょっと驚いただけよ本当よとにかくこういう変なのがいるから気をつけて進むわよちょっと癒しだわあでもギャリーちょっと一緒にいてほしいな、うん、ちょっと BGM 戻らないでいいな戻らないでよもう絶対来るってもううんあ何これ邪魔ねイブちょっと離れててくれるよっとよっといやさすがお
かっこいい。よし、これで通れるようになったわ。かっこいい。それじゃ、行きましょう。行こうか、うん、絶対来るんじゃない。セーブしよう。もうもう、もう、いや、わかんない、続き、もうね、わかんない、どういう展開になるんだっけって感じ。一にするわ、私は、うんうん、オッケー。ちょっと、もうやだな。もう絶対来るじゃん。何来る、来るって思って行くからな。そう、来ると思って行った方がいいね。いつでも警戒態勢。怖かったわ。おー、何これ。何、なんか手動いてんね。悲しき花嫁の右手、うん、悲しき花嫁の左手、うん、嘆きの花嫁、うん、もう怖い。嘆きの花の、ちょっとごめん。任せ。嘘でしょ。もう無理。ここ何もないよ多分。もう無理。新しいとこに来たね。汗ばった。よーし、おー、心臓に悪いって、うん、あ、音鳴らなくなった。よし、なにこれ。コーヒーとケーキの絵が飾ってある、うん、なるほど。コーヒーな、何があるんだ。ああ、何、ラビリンス。え、動いてんじゃん。無事か、あれに捕まったら死ぬ、傷つく、うん、やばいやばい、これやばいかもしれん。迷路、これ迷路だな。何これ。すいませんね、私めっちゃうるさいからな。何これ。赤い絵の具からまっすぐ南へ。赤い絵の具からまっすぐ南へ。なるほど。どの赤いの具。ああ来るじゃん、待って待って待って、あんたたちやめなさいよ、こっち来ないで。口調がギャリーになってる。ちょっと待って、追いかけてくるからさ、本当に詰んでるかもしれん、これ。一回、一回出るわ。一回出たらもう切り出した。うんうん、ま、うん、っすぐ南って言った。ない、ここじゃないのか、うんうん、なんか上の文字下。待って、積んでね、やばいよ、積んでね。これもうダメージ覚悟で突き抜けるしかない。あ、もう動、動、あ、あ、無理や、無理じゃ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 、もう挟まれた。無理無理無理、挟み撃ち。セーブしててよかった。うん、迷路、迷路がまず解けない、うん、よかった、セーブしてて。あ、ここか、うん、これ積むんじゃない、ここ。これ積むじゃん。どうしたらいいんだろう。ちょっとまずおびき寄せればいいのか、うん、こっちだよ。攻略サイトとかないの、うん、あ、ここじゃない、うん、あ、いける。ちょっとおびき寄せるわ、うん、あ、あ、やばい、やばい、遅そう、うん、はい、うわー。おら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 、え。動けねえ。おし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 、さよなら。あ、セーブこっちだっけ、うん、あ、あ、すぐセーブ。ここ何、叫びすぎて喉が、あれ、待って、ここあったっけ、扉なかった、できたのか。え、なんかワインソファおさまさみたいな、おさまさみたいな。え、何何、なんかあった今。あ、暗くなった。もう あんまり座り心地よくなさそうね、うん、あれだな、プレイしてる人がじゃなくて、見てる人が喋ろう。憂鬱、字が難しくて読めない、うん、憂鬱ね、ま、こんなとこにいれば憂鬱にもなるわよね。汚いお姉だ。パズル、いろいろな色で塗られた骸骨だ、うん、これ偽物よね。感情、人の形にも見える、木のオブジェだ、うん、よくこんなものガンガンってたね。うんうんうん。目真っ暗だわ、もう無理だって。でもなんか作品にさ、一言一言言ってくれるからさ、うん、ちょっと、うんうん、ちょっとありがたい ね。ちょっと回るか、他のとこ。うわー、びっくりした。キャー、なにこれ、気持ち悪い、気持ち悪い。なんで床に目があるのよ。どういうこと。さよなら。なんかあの色が違うのは何か意味があるのかな。かわいそう。でもちょっとなんかもう調べたくない。一回、一回
恐怖すぎてカミカミなの。違うとこ行こう。あ、出現ポイントになんかあるね、線が。おお、うん、本当だ。目閉じてただけか。あれに当たっちゃダメなのかな。なるほど。女性の絵。うん。やっぱりね。蛇の目の部分が囲んでる。あ、そこに目をはめ込める。目をはめ込む。何取らなきゃいけないの。うん、あの赤いやつ？違う。マジ？違う？赤いやつ？充血しない？うん。あ、いい意味ないんだ。え、他の目は？あ、調べられない。うん、当たっても別になんともない。うん、当たろうと思ってない。なんか奥の絵が気持ち悪い。何？奥の絵って。うー、気持ち悪い。ここは？ほー。何？え？え？え、何？通れないの？あ。音。うん、あ、なんか あそこにあるやつ取りに行くのかな、うんうん、え、もうこれ積んでね、うん、積んでんね。こっちよ、こっちよ、こっちか、左こっちいけるかな、これ意味ねえか。意味ねえわ。あれ、あ、あ、いける、いけた、うん、目薬、ああ、あいつにあげるのかな、あの、ね、扉の音にいちいちビビる。大きいからね、音がね。で、あ、でも進めないんだわ、ほら、うんうん、踏めないわ、踏みつぶせない。目薬を刺す、じっと見つめ返すって何？見つめ返す、うわー。何見てんだよ。ちょっと今何してんの、何してんのよ。おお、何？あれ、おお、どういうこと？なんだ？やっぱあれは、え、取ったってことかな？はめ込めるのかな？え？違うか。何が起こったんだ一体？ちょっとね、このリラックスしてる状態で一番ビビるのが来たのに。うんうん、え、でももうみんな目開いたまま。うんうん、あ、なんか一人横向いてる。お、なんだ？あ、目薬入れた目なんだ。うんうん、ん？ん？うおお！隠し通路？え、怖い！あ、目玉あれ。目玉？え？あれがヘビのやつかな。ああ、うん。普通にこっちに進めるのかと思っちゃった。うんうん、なんか来そう。ありがとう、目玉くん。なんかアイテム取った後なんか来そうって感じが。確かに。いいか。うんうん。絶対出てくる。ああ。うん。ああ大きな木の後ろに、何？大きな木の後ろ、セーブセーブ、うーん、大きな木の後ろ、ここか。木なんてあったっけ。木なんてない。 あるあ、これか。後ろってどっち、こっち。おお、指輪、指輪、結婚指輪。あ、なんか 花嫁とか、あ、あれにはめるのかな、かな。なんかもう暗いよ。逃げる逃げる、うん、あー違う。で、はめ込みに行くのか。左手の薬指だよね、うんうん、花嫁の方か。花嫁の左手、うん、薬指、うん、お、うん、おお、おお、あー、くれ、あ、優しい、ありがとう、うん、ブーケ、優しい、あー、幸福の花嫁。なんかちょっとこういうパターンもあるの、ね、うんうん、こっち何の手、花嫁の右手か、うんうん、よかった、なんかほっこり、はあ。ここで油断させといて、なんかあの絵が絶対怪しいから、これ、うん、これ絶対なんか来る。おや、おな、いいな。そのお花くれたらここ通してあげるよ。どっち？いや、これ多分このためのブーケなんだろうな。あ、そうか。はい。ブーケ渡した。いい匂いだな。それじゃ、いただきます。来る、イブちゃん、お、来るんじゃないか。あ、惜しかった。気違いだな。ありがとう、ありがとう。約束だからね、ここ通しよう。
このドアで奥に行けるよ。それじゃね。結構いいやつだった。セーブする？いちいち戻るっていうね。うん、なんかいちいち心臓に悪い。やり直すの嫌だからね。よいしょ。あー、ドキドキするわ。これ絶対私が操作したら地雷踏むんでお願いします。アンバランスな指。預かりし心臓。もうなんかこれイブの画像検索したときに見たことあるこの画面。ちゃんとセーブしたから進もうか。もうなんか、もう見てる見てる見てる、こういう顔系無理なんだって私。ちょっと待って。あーえ何え、来るじゃん、絶対来るじゃん。怖いよ、あのね、なんだろう。一旦終わろう。一旦終わろうか。ちょっともう心臓に悪いから、うん、続きはパート3で、うん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様。